強そうだな。負けないんだから。手加減しないぜ。負けないんだから。手加減しないぜ。
ライト。よーし。ナイト。勝負ありだな。もう信じらんない。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。手間取らせやがって。
お酒には利尿作用がありますよ。おい。ん？ああ。うん。高島かいや。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用できんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんあかん、これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島が。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした。それも手はず通りです。
あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り、車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。でこの後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いこと共産やっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前桐生の味方ちゃうんか。まさか。大宮は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああそうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんど。合流会の肩も強な真似しくさったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。でっか。わかりました。世話になったな。おい待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。Oh,
首に懸賞金をかけたのは誰だ。死ぬか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まああとは勝手にやっとくんなあれ。寺田のコーディング必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で気流を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、気流の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に10億神室町にばらまいてこいや。わかりました。